はい、こちらでございます。これが萌え川ですね。国境の川なんですよ。それで対岸が大漁になってるんですけど、これ何ですか？これはパンジースティックというやつ、竹を鋭くやってこう防衛ラインにこう立てかけておくと、まあ、少しは相手を避けるなんていうんですかね、防御になるということですね。確かにこれただ単に突き刺さってるああいうねもんだけじゃなくて、これで本当ひっくり返ろうとした時は危ないですもんね。そうですね、伏せたりする時とかですね、柵飛び越えたりする時とか、いろんなところで。意外にこんなものが兵器になるのかというふうにね思うものが、実際には兵士に対して恐怖心をね。そうですね、それにもうあるものは何でも使ってやらないとですね、使えるものは。これ戦闘始まってるんですか今？そうですね、これはまだ触りの部分ですね。夕方なんで暗くなってからここの戦闘は激しくなるんで。夜戦。そうですね、もう夜がメイン。これ今ちょっとこれはもうなんていうんですか、相手の出方をちょろちょろと見てるところですよね。結構これ重装備ありますね。これありますね。こういうロケットはどっから持ってくるんですか？これブラックマーケットから持ってきたり、あと中国製とか多かったですね。なるほどね。カンボジアとかが終わった時にカンボジアから流れてきたりとか、あと武器商人ですね、ブラックマーケットはいっぱい持ってきました。言えば何でも用意しましたね、ブラックマーケットっていう武器商人は。一回なんかカタログみたいに持ってきて、戦闘機からミサイルから何でも値段つけてました。戦闘機は使えないでしょうね、さすがにね。さすがに使えないですけどね。だから SS20 とかなんか大陸間弾道弾みたいのまで売ってましたからね、すごかったですよ。もう蛇の道は蛇ってやつですな。うわ、これが戦闘後。そうですね、今迫撃砲がドンと落ちたところなんですけどね、今のは大体敵が来る前、今の M79 40mm のグレード、40mm グレード、これロケットじゃないですか？あ、そうですね。これ見ると真後ろにいたら死ぬっていうのがよくわかると思うんです。はい。古い米軍のそうブローニング、ブローニングがもう本当に太平洋戦争ぐらいの武器も使いますからね。これちゃんと狙ってるんですかこれ？と信じてます。ドイツ軍のやつでしょこれ。M10。そうですね。よくこの銃は僕はちょっと近くで見てなかったか分からない。彼は日本人ですね今の。それあの辺ちょっと死体がポロポロっていう。死体がポロポロ。それであの辺で腐るからですね、すごい臭いんですよ。ものすごい臭くてですね。死臭ですね。腐臭というんですか、腐るから。真っ黒になって腐ってですね。もう本当に 2,3 日でウジ虫がウエーッと湧いてきて。これ普通に見てますけどすごいですよね。これも日本人？やっぱり日本人ですね。彼からしま緑のファンだったんで、重傷とか緑に塗って緑さんって名前つけてました。銃になんと。ちなみに僕は陽子ちゃんでした。僕の銃は銃はねやっぱりもう大事ですもんね。そうです、武器は女の名前つけるのが一番です、うん。これちょっと腕怪我して後ろに下がっていたんですよ。左腕ちょっと怪我したんです。ちょっとって何ですか？撃たれたんですか？いや撃たれたわけで当たったわけではないですけど。これも日本人ですね今の。彼が僕らのなんていうんですか、下士官、専任下士官みたいな感じで、ね、前線指揮を取ってたり。死体の匂いがすごいんでしょ？ものすごいですよ。ものすごい、だから間違えてももう1週間ぐらい取れないです。え、死体の匂い体にこびりつくんです。だから街行っても普通の人からこう何ですか、避けられるですよ。もう本当変な匂いがするんで、それ自分が匂い発してない時に他の人が前線から帰ってくると分かるんですよ。こっから帰ってくると匂いがするんで、死体の匂いが。今でもやっぱその死体の匂いって思い出しますか？もう思い出すというか結構こびりついてます、頭に。これ本当にすごいわ、燃えてる。そうですね、たまに枯れ木にああいう立ち木に火がついて。これね、もうこれなんかね、野口さんこれね、ちょっと今の映像なんかね、戦場というイメージちょっと違うじゃない？なんかこう結構静かなんだけど、
確かにね、その自分が撮影してる人からしたらね、その自分の目の前で撃ってる人の姿なんだけど、そういったそのシーンがすごくここにあって、ほんなら音楽がないわけですよね。戦争映画って必ず音楽が入ってあるとかすごいあるんだけども、そういうものがなくて淡々とああいうの選択するっていう、いやなんかこれは戦争、まあ、あくまで僕の目の前のお手すきの時に撮ってるのでですね、まあ、しかしこの辺ね、そうですよね、そうですね、激しい戦闘の時は撮れるわけがないんで、目の自分たちの方に向かってる時は撮れないんで、こう敵が 人のところを攻撃してる時に、あ、今は大丈夫だなと思って回したりするんでですね、ねえ、そういうことだったんだなと思いますけどもね、いやもう本当びっくりです。そして、続いてのまた VTR がありますけども、こちらは、前にも見ていただきました革命記念日の、はい、式典の様子です。もう一度ちょっとじっくりと見ていただきたいと思います。よろしくどうぞ。